こんにゃーにゃーちーわー、みーやんです。こんなんじゃねー、ダメなんだろうけど、ベルさんは足を悪くしたり血が出たりてうまくいってないし、クラウンは画像詐欺にあってなんかね、運がないっていうか、ビデオ落として壊れて修理出している間にアメリカブリードベルの A が星になってしまって、もともと気難しい個体だったんだけど、夜に大暴れしたみたいで、見た時には仁王立ちで星になってたよ。オタマジャクシから育ててたからちょっとつらいね。このつらい気持ちを補えるのはやっぱり変えるしかないのかな。最後の最後とか言いながら、またお迎えしちゃいました。ごめんなさい。来年本質作り直し決定です。いろいろ購入して、あとはミュータントだけ。でも高いから無理なんだろうけど、ヤフオクでミュータント系とか書いてあって出品してあった、怪しいやつ。騙されたばっかりなのに落札しちゃいました。即決で決めたら一匹おまけって書いてあったから、即決で決めちゃいました。そしたらすごくいい人で、 B 級品を一匹つけて三匹もくれちゃったよ。嬉しいけどますます怪しい。不運ばっかり続いていたけど、ここで落札してカエルさんがミュータントになってくれたらハッピーだよね。まあでも無事にカメラも治ったことだし、ミュータントを見ていきましょう。ちなみに表記は MTBC-ABC にしました。では、開封の儀をどうぞ。ミュータント系統のカエルさんが届きました。思ってたより段ボールがちっちゃい。この中に本当に3匹も入っているのかな。怖そうに、こんな風にしてあるんだ。どれどれ、綺麗に入ってる、すごく深いとこ。おお、わざわざなんか書いてる、かわいい。
特典1サービス。じゃあこれが本命なのかな。ちょっと容器に移してきますね。これが A にしましょう。で B、 そしてこれが B 級なんだよね。なんか指先がちょっとないって言ってた。これが C です。じゃあ容器に移してきます。容器に移してきました。みんなやっぱり似てる。でもやっぱし A が一番色が濃いかな。こんな感じ。 B は、うん、A に比べたらやっぱりちょっと薄いかな。ね、A とあんまり色は変わりないんだけど、やっぱし指がないのがネックだね。でも無事に3匹届きました。こっからどれか1匹でもミュータントになってくれたら嬉しいな。ではこの辺で。これで少しは運気が上に向いてくれればいいんだけど、今レッドさんやベルさんがちょっと心配なので、気持ち的に少し下がり気味です。この2匹がどうなるかわからないけれど、頑張っていこうと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。